おはようございます今日は一般販売は今だけという、えー、セレブ御用達の幻のチョコレートを発見しましたのでご紹介しますね、えー、そのチョコレートのブランド名はゴディバではありませんイヴァン・ヴァレンティンっていいますね、えー、このイヴァン・ヴァレンティンのチョコがなぜ幻かというとテンポを持たず 紹介または招待ででしかか手に入ららないからですね、えー、変わった販売の仕方ですが主な顧客は例えばビバリーヒルズの五つ星ホテルとか、えー、あとはいわゆるセレブの方たちですね、えー、かつては我らがマイケル・ジャクソンからも愛されましたで他にシュワちゃんとかシャロン・ストーンさんとかですね もうハリウッドスターが、えー、利用しているそうです、えー、そんな、えー、レアなチョコレートがあーアメリカ・ロサンゼルスからバレンタインシーズンだけ日本にやってきて、えー、有名デパートなどで購入が可能なんですね、えー、ですが当然長蛇の列に並ぶことは覚悟しなければなりません、えー、開店と同時に行かないと完売してしまいます この飛ぶように売れるトリュフですが、えー、ロサンゼルスのチョコレート工房で、えー、セレブの専属パティシエというくらいのステータスを得たイワンさん自身が丹精込めて心を込めて、えー、これは私の想像ですね、えー、そして当然でしょう一個一個手作りしています。 えー、私もだんだん一粒食べたくなってきました世界のセレブを虜にし、えー、日本ではちょっと贅沢なこんなチョコこそ普段頑張っている自分へのプレゼントにぴったりかもしれません、えー、現に2015年ですね、えー、大丸神戸店のアンケートで自分ご褒美チョコレート第1位を獲得したそうです えー、ではイヴァン・バレンティンチョコは一体日本でいつから販売されていたのかというと2010年、えー、東京のたったたっ店舗からスタートしたそうです、えー、それがだんだん増えて2016年には東京横浜名古屋大阪神戸札幌の、えー、14箇所で販売されるようになって。 えー、イヴァンさんのバレンタイントリュフの種類ですが、えー、ダークチョコホワイトチョコカプチーノチョコミルクチョコあと、えー、オレンジとかグレープフルーツの柑橘系ですね、えー、それから柚子風味のシャンパンチョコ、えー、合計6種類です、えー、でもう少し詳しく、えー、イヴァンソンの 修行内容をお話ししますね、えー、フランスのロアンの地方ですね、えー、そこから始まって世界の三つ星レストランで、えー、修行して、えー、その後ですね、えー、スペインイタリアタヒチグアドループマレーシアイスラエルと、えー、拠点を変えながら、まあ、最終的なのかどうかは分かりませんが 現在アトリエがあるロサンゼルスに引っ越しました、えー、でもこのアメリカに移住してすぐは西海岸で最も評価が高いというフレンチレストランで8年間もパティシエとして働いたんですよ、えー、でそれから独立して世界の爆発的人気パティシエになったって感じですかね えー、この方はさまざまな国を移動していて西洋だけじゃなく中東とかアジアとかさまざまな気候や味覚を体験したっていうか学ばれたと思うんですよねなのでなおさらトリュフの味が気になるわけですよ、えー、スイーツって軽々しく呼べないような誇り高いチョコって感じでねなんか。 食べる前からち、えー、ちょっと想像しちゃいますね、えー、さぞかし上品ででもおとぎ話のような優しさを持ったマミーの味なのかなって想像します、えー、では最後にイヴァン・バレンティンさんのシンプルですがその思いと言葉をお伝えします。誰もが幸せなな気持ちになれる 飛び切りの一粒を、えー、ただひたむきに求めてきたのは理想の甘さと口どけ一つ一つを手作りすることにこだわりいくら世界でブームになっても大きな店舗を出すつもりはない、えー、この思いと熱意に共感し、えー、この味わいを愛してくださる方にだけお譲りするそんな あなたのためののめプライベートチョコをこれからも提供したいチョコレートが口の中で溶けていく時間があなたの人生における最高のひとときとなりますように、えー、今日はここ数年世界のセレブから最も熱い視線を集める イヴァンバレンティンのチョコレートをご紹介、えー、したのですが、うん、阪急百貨店店の梅田店でも販売しています、えー、ここでは毎年恒例らしいチョコレート博っていうのがあって、えー、昨年は73万人を動員して20億円の売り上げがあったそうですでその年齢層の中心は30代から。 50代デパートでのバレンタインイベントということでお目当てはめったにお目にかかれない国内外の高級ブランドですよねそれと阪急百貨店のみイヴァンチョコのホワイトデー期間の販売もありだそうですこんな企画が通るのもよそに比べてダントツの販売実績あればこそ。 ことなんでしょうかねわかりませんがデバ地下に行って熱き女子に混ざって目の前のバレンタインチョコをチョイスするのもたまには楽しいかもえー、並ぶの嫌だっていう方には楽天などの通販でも扱ってるんですがなぜか超上割高ですというわけで今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました